YouTube をご覧の皆さん、そしてビートルファンの皆さん、こんにちは。ですね、これはですね、カブトムシの幼虫です。10月3日にですね、カブトムシの幼虫をですね取ってみました。で、子供たちと取ったんですが、実家に、あった、プラケースに一応10匹10頭入れたんですが、家に持って帰れないということで、結局このいらなく放置してあった入れ物、家にあったんですけど、こちらにですね2頭だけ持ってきました。でその採取する、カブトムシがねいたところがですね、の肥料として購入した、腐葉土ですか、軽トラックの2台分の、腐葉土の中に、カブトムシのメスが来てですね産卵したと思われます。で少しほじるとですね結構出てきました。つうことなんで、せっかくなんで、サンプリングした2匹それの、重さを測ってみたいと思います。で、こんな感じで今サンプリングしてね、よし、幼虫なんですけど、まあでかかったんですよ。で今この発泡スチロールに入れますけど、この中にはほら幼虫入れておけ置かないです。カブトムシ用のなんかマットかなんか、幼虫用のマットを買ってきてですね、その中に入れたいと思います。で4月ぐらいにですね、おおでかい、4月ぐらいにですねちょっと採取したいななんて思ってます。これ湿気がすごいんですよ。湿気、水気が、わあでかいでしょこれ。一応この2頭だけ、取ってきました。私の予定だと3月の終わりか4月の頭にぐらいに1回カブトムシの幼虫を取りに行こうかななんて思ってます。ちょっと今から重さ測ってみますね。はい、ということで一応今から測っていきたいと思います。まずは1頭目、これは結構週齢つか3齢っていうんですか、もうなってると思うんですけど、ちょっと入れてみますね。30グラムありますね。でかいっすね。これ30グラムです。で、もう一頭の方、もうすぐ潜っちゃいますね。これは、一応ね、10匹サンプリングしてまして、2頭だけ、10頭サンプリングして2頭だけ大きいのを持ってきました。これは、まあ28グラムですね。うん、28、こっち30なんで結構なサイズだと思うんですけど、っていうことなんでちょっと結構な重さありましたね。でその採取の模様を、今から見たい人はこの後ご覧ください。 あとですね、カブトムシ用の幼虫のマットで何かおすすめがあれば、教えてください。以上、10月にカブトムシの幼虫を取ったっていう動画です。ご清聴ありがとうございました。こちらに向かって。
今日何日だっけ、10月の3、3日だよね。3日でこの大きさだから結構、うん、こんないらねえか。うわでけえなこれ。ちょっとこれ多分 30g ぐらいあったよ。あと4匹だよ。あ、まあ、あのこれ優しく入れてやっていい、ショーケースで見つけて。あ、あといいよ、あといらない。